ではストレッチをやっていきましょう。足をクロスして自分の方向に引き寄せます。骨盤からこう尻ら辺が伸びているな、痛気持ちいいなっていうのを感じながらストレッチをしてください。呼吸は止めないようにゆっくり呼吸をしながら自分の方向に引き寄せます。反対、また足を上でクロスして足首を持って引き寄せます。ストレッチなのであまり頑張らなくていいです。ゆっくり痛気持ちいいなっていう感覚を大事にしてください。無理にギュッて引っ張ったりしないように。座って少し足を開いて内外内外、これはこの付け根から足を動かす意識をしてください。はい、次はお尻歩きです。これも足の付け根から前に出す。10歩行ったら後ろ、上体が揺れないように固定してください。2セット目いきます。足をクロスして自分の方向に引き寄せます。ゆっくり呼吸をしながら自分の方向に引っ張ってください。反対、足をクロスして足首を持って自分の方向に引き寄せます。今はまだ左右差があっても大丈夫です。毎日ストレッチすることで右左左右差がなくなってきます。です。座って内外、しっかりこの付け根から足を動かしてください。はい、次はお尻歩きです。しっかり足を前に出す。10歩行ったら後ろ、はい、以上骨盤のストレッチでした。なんとなくこうじわじわっと温かくなったなって感じる方は骨盤を動かせていると思います。やり方がわからない方は説明動画も貼り付けておきますのでそちらを見てください。ではまたね。